Here in this video, I, Hiroshi Hayashi, prove that the man on the left hand is Jesus Christ himself, or another name of this man is Leonardo da Vinci in the Renaissance, and the man on your right hand is a Martian or a man from Mars. I prove these facts with concrete evidence which indicates thatBoth Jesus or Leonardo and a Martian were intimate friends to each other. 私、林博士はこの動画の中で1500年後のイエス、またの名をレオナルド・ダ・ヴィンチと火星からやってきた火星人が親密な関係にあったことを証拠を添えて証明します。この絵の中の向かって左側にいるのがイエス・キリスト、ルネサンスにおけるまたの名をレオナルド・ダ・ヴィンチ、そして右側にいるのが火星からやってきた火星人です。広瀬林、浜松セリージャパン。1500年後のイエスはレオナルド・ダ・ヴィンチという名前を使って私たち人間を指導していました。そしてそのイエスは火星人と親密な関係にありました。この絵を見てください。レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた絵と言われています。この向かって左側にいるのが1500年後のイエス、あるいはまたの名をルネサンスのレオナルド・ダ・ヴィンチと言います。そして右側にいるのが縦長超等人間、つまり火星から来た火星人イギギということになります。この2人が楽しそうに談話しているような雰囲気である点に注意してください。4枚の顔、レオナルド・ダ・ヴィンチがスケッチしたと言われている4枚の顔をモーフィングしてみました。これら4人の人物は同一人物、すなわち1500年後のルネサンスの時代に現れたイエス・キリストということになりますが、それは今日のポイントではありません。まず先ほどお見せしました絵の中の左の人物が誰であるか証明します。ミケランジェロなる芸術家が彫ったとされるペーター像です。このペーター像に抱かれているイエス・キリストの腕を見てください。人間にはない
コブがボコ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 と表現されているのがわかります。赤い丸で囲んでみました。このコブに注意してください。ボコ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 とコブが表現されているのがわかります。このコブがこの謎を解く重要な鍵となりました。人間にはないコブということになります。このコブと同じコブが同じくミケランジェロなる画家が描いたとされるカッシナの戦いの絵の中の人物の腕に表現されていました。右下の花冠をかぶっているこの人物に注意してください。足の皮をベローっと剥いでいます。靴下を履いているのではありません。剥いでいます。頭に花冠をつけている、すなわちこの群像の中の蝶であることを示しています。この人物の左腕を見てください。立てて反転して拡大してみます。全く同じであることに皆さんもお気づきになると思います。ここが今日の重要なポイントですから、注意深くご覧ください。肩の上のコブ、そして上腕部のヒレのようなコブ、そのコブが肘のところまで続いています。注意深くご覧ください。そして肘のコブも全く同じように表現されています。そして腕にもこのようなコブが表現されています。手も同じようであることにも注意してください。そして右のスケッチ画はレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたスケッチ画と言われています。やはり同じようなコブが表現されています。上腕部には人間にはないと思われるヒレが表現されています。このヒレで三者が一致します。左からミケランジェロ、ミケランジェロ、そしてレオナルド・ダ・ヴィンチです。ミケランジェロは1500年後のイエスの操り人形でした。ダ・ヴィンチなる芸術家は存在すらしていませんでした。まあ、こうしてつながっていくわけですけども、ペーター像の中に描かれている人物がイエス・キリストですから、下の右の人物もイエス・キリストということになります。つまりこのような形で1500年後のイエス・キリストは私たちに重大なメッセージを残しました。つまりここに描かれているのは皆一人の神、すなわちイエス・キリストということになります。もう一度コブを確認しておいてください。左がイエス・キリストですから右もイエス・キリストということになります。そして冒頭でお見せしました絵に戻ります。2000年前のイエス・キリストと私が判断した人物の自画像です。この人物とですね、そして右のカッシナの戦いの絵の中に描かれている人物は同じ人物です。ここが今日の第2のポイントとなりますから、やはり注意深く比較してみてください。同じ人物です。つまり上の右がイエス・キリストですから、左もイエス・キリストということになります。左の絵はレオナルド・ダ・ヴィンチが描いた絵です。右の絵はミケランジェロが描いた絵です。全く同じです。それもそのはず、これら2枚の絵を描いたのは1500年後のイエスであったからです。そしてその顔とペーター像のイエス・キリストと一致していきます。右がイエス・キリスト、中央もイエス・キリスト、そして左もイエス・キリストということになります。こうして左の人物がイエス・キリストであると証明されました。もう一度しっかりと確認しておいてください。右がイエス、中央もイエス、そして左もイエスということになります。そしてこのイエスと冒頭でお見せしました人物の顔が一致します。
鋭い目つき、尖った鼻、そして特に下の顎に注意してください。歯の数も人間よりは多いように見えます。で、検証を続けてみます。イエス・キリストです。そして冒頭でお見せしました絵が右の絵です。その中にはこのような人物が描かれています。左右反転して傾きをやや変えて比較しやすくしてみました。ここが今日の第3のポイントということになります。細い眉毛に注意してください。細い眉毛に注意してください。そして鼻の途中が膨らんでいて小さな小鼻、歯並びの悪い歯、そしてこの顎に注意してください。ボコボコとコブのようなものが飛び出ているのがわかります。これが今から2000年前のイエス・キリストの実像ということになります。独特のコブ、目尻の感じ、三白眼、多分青い目をしていたと考えられます。鼻の尖った様子ですね。そして唇の下の様子、全く同じです。違いがないという点でこれら両者は同じと判断します。つまり左の人物がイエス・キリストですから、右の人物もイエス・キリストということになり、先ほどお見せした絵に戻ります。上の右はペーター像の中のイエス・キリスト、中央はカシナの戦いの中のイエス・キリスト、そして左はレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされるイエス・キリスト、そのイエス・キリストと今度は下のイエス・キリストとつながっていきます。こうしてここに描かれている5人は全て一人の人物、イエス・キリストということになります。この絵の左に描かれているのはイエス・キリストということになりますが、では向かって右側の人物は誰かということになります。さらに検証を重ねてみます。この向かって右側の人物は大変奇妙な人物ということになります。まず手を見てください。指先が異様に長いことに皆さんもお気づきになると思います。そして顎の下からは生命維持装置のようなものが伸びて、それが肩を越えて後ろに伸びています。頭の形が普通ではありません。一般には婦人と理解されているようです。それはともかくも、この人物の顔に注意してください。低い鼻、大きな鼻の穴ですね。そして今も言いましたように、ここには奇妙な装置をつけているように見えます。私はこれを生命維持装置と判断しました。つまりこの人物はこの地球では
このような装置を必要とする人物であったということです。で、この人物は誰かですけども、パラカスで見つかった縦長長頭人間の頭蓋骨をそこに当てはめてみると、簡単にその謎は解けます。右がパラカスで見つかった縦長長頭人間の頭蓋骨です。それを重ね合わせてみると、この両者は輪郭においてピタリと一致します。注意深くご覧ください。つまり、この絵の向かって右側に描かれている人物は火星から来た火星人マーシャンということになります。すなわちイギギということになります。この二人が、つまりは向かって左側にいる1500年後のイエスと、そして向かって右側にいる火星人が楽しそうに談話しています。つまりこの両者は友達であったということになります。これがこの動画の結論ということになります。結論を確認しておきたいと思います。レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるスケッチ画です。このスケッチ画に描かれている二人は誰か、もうお分かりですね。向かって左側に描かれているのがイエス・キリストということになります。この顔の様子から、若いということから、私は今から2000年前のイエス・キリストの実像と判断しました。そしてその向かって右側に描かれている人物は、まさしく火星からやってきた縦長長頭人間ということになります。つまりこの両者は仲の良い友達であったということになります。ドクター・ダン・ブリッシュというのはエリア51で、エイリアンと一緒に生活をしていた博士というふうに紹介されています。いろいろなウィスルブロワー、つまり内部告発者はいますけども、このドクター・ダン・ブリッシュはですね、その中でも最高の地位にあった内部告発者ということになります。そしてダン・ブリッシュ博士はですね、ジェイ・ロッドのことを記録として残したということになります。No, not as far as I'm aware. Not as far as he told me, no. They excrete in a manner that we would excreteTheir external genitalia are different than ours. The females have somewhat like vulva, but they have a clasper situation. The male has a male clasper, the female claspers. It looks like a disc with rectangular solids that are rotated into position for clasping at the inguinal region. They do have internal fertilization.ダン博士はジェニタルズ、つまり生殖器と表現していますが、実際には排泄器官ということになるのではないでしょうか。つまり男性系の排泄器官、そして女性系の排泄器官と同時に、生殖器としても機能するというわけですが、しかし人間がしているような生殖行為ではなくて、むしろ爬虫類に近い動物のような生殖行為をしているということになるのではないでしょうか。そう考えると、へそがないという点についても合点がいくということになります。で、結論ということになりますが、日本の
遮光器土偶です。この遮光器土偶で注意していただきたいのが、この性器があると思われる部分です。ここに穴が開いている点に注意してください。この穴は排泄用の穴兼、まあ、言うなればエイリアンの生殖用の穴ということになるのではないでしょうか。またそのように考えると世界に残る土偶の謎も解けてきます。長野県茅野市小東で見つかった仮面の女神です。異様に大きなお腹と、そしておへそが強調されています。右がビンチャ遺跡で見つかった土偶です。左は日本の土偶、そして左上は、シュメールのイナンナ・イシュタール像です。まあ、こうしてつながっていくということですね。右下はインダスバリー周辺で見つかっている土偶です。三角パンティを履いている。なぜこのような三角パンティを履いているのかということも一つの大きな謎です。まあ、分かりやすく言えばですね、体は女系であってもついているものがついている、すなわち、まあ、神学史であるということになるのではないでしょうか。そして、まあ、このような三角パンティを履いているということになりますが、誤解してはならないことが一つあります。つまりエイリアンにも、まあ、いろいろなタイプ、いろいろな種類のエイリアンがいるということです。そしてそれぞれが、まあ、独立した形で生殖行為をし、そして、まあ、子孫をですね、次の世代に残しているということになります。ですから一種類のエイリアンの生殖行為、あるいは生殖器の形がイコール全てのエイリアンの生殖器の形につながるということではありません。まあ、そうしたこともですね、考えに入れてエイリアンの生殖器及び、まあ、三角パンティについて考える必要があるということです。まあ、ともかくも日本の土偶と世界の土偶はこのような形でつながっているということです。最後にもう一度釣り上がった目、カクンカクン型に注意してください。左の日本の、仮面の女神は歩行補助装置をつけていますから、逆に異様に足が太くなっています。で、最後にもう一つ大変興味深い事実を皆さんにお見せいたします。人間の女性です。そしてスメールのイナンナ・イシュタールです。縄文ヴィーナスイコール縄文イナンナ・イシュタール説 by 林博史ですけども、そのイナンナ・イシュタールの履いている三角パンティに注意してください。イナンナは三角パンティを履いていました。そしてその三角パンティの模様を見ていただきたいと思います。まあ、ピンク色にしたのは私の好みによるものです。このイナンナ・イシュタールの履いている三角パンティのコンセプトは日本の菊水と、まあ、大変よく似ているということです。まあ、これは偶然の一致ということになるのでしょうかが気になります。ということで、今日は神々の生殖器イコール、まあ、性器について考えてみました。Now, this is interesting. I did not make this statement, but Dr. Dan Burrish and even the late geologist Dr. Phil Schneider indicated that the F-22 Raptor, the exterior configuration of the F-22 Raptor was originating from the original Roswell craft. That's a very bombshell statement to make, but...If you take away the vertical stabilizers on the F-22 Raptor and then you remove the air intakes
And then you do something what Dan Burrish told me, is if you drew a spline curve and connected all of the major points or intersecting areas on the Raptor, what you'd end up with, ladies and gentlemen, is the Roswell craft. So this comes directly from Dan Burrish. Is there any way to prove this? Well, take a look at the historical legacy on the origin point of stealth technology, and we'll start up here. There is a defining feature that goes through all these configurations. You've got the FB-22 up here. We've got a Russian stealth configuration here. Down here to the left, we've got a Northrop configuration. Just to the right of that, we've got the Testers Model Corporation, Rockford, Illinois, the F-19 configuration by Lockheed, and then we've got the configuration from the movie Stealth, which was released in 2005. All these configurations contain the same design model. In fact, they contain the same wing root to fuselage joint, which is completely integrated and smooth contoured, identical to the B-2 stealth bomber, to reduce the radar cross signature. That is the defining design feature on these stealth technologies, the same thing you'll see in the Roswell craft. Hangar Bay 4 was a P-52 Orion craft. This is the original configuration. This is the cleaned up configuration on the bottom side by Dr. Dan Burrish. John Edgar Hoover, better known as J. Edgar Hoover, was the first director of the Federal Bureau of Investigation, or FBI, of the United States of America. He wrote as follows: I would do it, study UFOs, but before agreeing to do it, we must insist upon full access to disks recovered. For instance, in the LA case, the Army grabbed it and would not let us have it for cursory examination. 当時、FBI の長官であったフーバーは、クライド・トルソンへの手紙の中でこう書いています。UFO の研究をしたいとも。だがね、それをするとしてもね、発見された円盤にまず完璧にアクセスしなければならない。例えばね、あの LA、つまりロス空中戦事件の時もね、軍はそれを手で掴んでいながら、軍は我々に大雑把な調査すらもさせようとしなかった。スティーブン・ M ・グリアーの著書によれば、 UFO の研究というのは言うまでもなく、ロズウェル UFO 墜落事件の UFO を言います。広志林、浜松セリジャパン。1947年のロズウェル UFO 墜落事件からほぼ70年、今より多くの人たちがその事件について証言し始めています。スティーブン・ M ・グリアーの本の中にそうした人たちの証言が紹介されています。皆当時それぞれの地位や立場にあった人たちです。例えば当時陸軍の上級上層部にいたフィリップ・ S ・コルソは、液体漬けになったエイリアンの死体を見たことがあると、その時の様子を詳しく証言しています。また別の政府内で外惑星研究をしていた AH と名乗る人物は、墜落した UFO に残された文字についての解読を試みたことを証言しています。もちろん近年になってこうした事実を裏付ける政府内文書や、さらには動画まで紹介されています。さらにあのボイド・ブッシュマンのように、
自分の死後に公表してくれという遺言とともに当時の様子を記録にして残している人もいます。つまりこうした暴露およびリークはこの先どんどんと増えることはあっても減ることはないものと私林博士は確信しています。要するにロズウェル UFO 墜落事件の問題は今やあの事件があったかどうかという問題ではなく、どうこの先暴露されていくかという問題、さらに言えば今までそうした問題がいかにして隠蔽されごまかされていたか、そしてどのような機関や人物がこの日本での機関や人物も含めてそうした隠蔽工作に関わってきたかという問題につながっていきます。今時 UFO やエイリアンの存在を否定する方がどうかしていると皆が一斉に声を上げ始めた時、そうした機関や人物は自己崩壊し、私たち人間は次のステップへの新次元へ進むことができるのです。つまり人間とエイリアンとが共存するという新次元へ進むことができるのです。1947年に起きたロズウェル UFO 墜落事件にはそんな側面も隠されています。先の元 FBI 長官であったフーバーの証言の中にも出てくる LA つまりロサンゼルス UFO 事件に続けてロズウェル70年目の真実の動画をつなげておきます。ぜひご覧になってください。最後になりますが、この本の中に紹介されている FBI メモを翻訳しておきます。以下の情報は SAC に当てられたものである。空軍による調査は次のように述べている。つまりいわゆる空飛ぶ円盤といわれる3機の物体がニューメキシコで発見された。それらは形が中央が盛り上がった円形であり、直径はおよそ50フィート、つまり15メートルほどである。それぞれ3機には3人ずつの人間に似た人物が乗っていて、それらは身長が3フィート、つまり90センチしかなく、大変細い繊維でできた金属的な衣服を身につけていた。またその衣服は高速パイロットやテストパイロットが身につけるようなブラックアウト防止服のようにも見えた。何々氏伏せ字によれば円盤はニューメキシコで発見されたものだが、その地域には政府による高出力のレーダーが設置されていて、そのレーダーがその円盤の制御装置に干渉したものではないかと信じられている。Number 8. The Battle of Los Angeles. In the early stages of America's entrance to the Second World War, Americans were on edge due to the recent attack on Pearl Harbor. Only 2 months following the attack, air raid sirens blared in the Los Angeles area after objects were spotted in the skies over the city. The Los Angeles area was placed on blackout and searchlights illuminated the sky as anti-aircraft fired on what it believed to be Japanese aircraft planning to bomb key targets in the city.The blackout was lifted at 7 a.m. the next morning, and then Secretary of the Navy Frank Knox declared the incident as a false alarm. The famous photograph of the incident shows strange balls of light floating above L.A. between the searchlight beams. Many ufologists believe these strange lights to be illuminated by UFOs, and the military was firing on extraterrestrial crafts, not Japanese.
Whether or not these beings were visiting on hostile intent is a subjective debate in the field, but regardless, the official explanation of war nerves is thought to be a conspiracy meant to keep the true nature of that night a secret. The event was the main inspiration to the 2011 film Battle Los Angeles, which depicts a modern alien invasion.1942年2月24日から25日にかけて、ロサンゼルス中に空襲警報が鳴り響きました。灯火管制が敷かれ、何千もの監視員が位置につくように招集されました。午前3時16分、第37海岸砲兵部隊が発砲を始めました。そしてその物体にめがけ、50の高射砲から13ポンドの対空砲弾が撃たれ、結果として1400発が撃たれました。第4迎撃司令部に警告が発せられましたが、飛行機は地上で待機しました。対空砲は午前4時14分まで断続的に続きました。オールクリア、つまりすべて終了となり、灯火管制が解かれたのは午前7時21分のことでした。いくつかのビルや車が砲弾によって被害を受けました。対空砲の犠牲で5人が亡くなり、混乱の中で3人が死にました。また、長時間の作成でストレスにより2人の人が心臓麻痺になりました。この事件は、US パシフィック紙及び全米の報道機関で報道されました。空軍の歴史管理部が証拠を分析し、1983年、気象風船が元でこの事件が起きたという結論を下しました。で、最終的にはですね、これが風船であったかどうかという点に集約されると思います。コントラスト、明度、ガンマを変えてみると最後にこのような光が残ります。つまりですね、これ自体がかなり強力な光を発していたと私、林博士は判断しています。しかもですね、アメリカ政府は41年も経ってから証拠に基づいてこれが風船であったと結論付けています。当日、1400発もの高射砲弾を受けてですね、びくともしなかったその物体が風船であったというのです。あなたはその話を信じますか？ Number 8. The Battle of Los Angeles. In the early stages of America's entrance to the Second World War, Americans were on edge due to the recent attack on Pearl Harbor. Only 2 months following the attack, air raid sirens blared in the Los Angeles area after objects were spotted in the skies over the city. The Los Angeles area was placed on blackout and searchlights illuminated the sky as anti-aircraft fired on what it believed to be Japanese aircraft planning to bomb key targets in the city. The blackout was lifted at 7 a.m. the next morning and then Secretary of the Navy Frank Knox declared the incident as a false alarm. The famous photograph of the incident shows strange balls of light floating above LA between the searchlight beams. Many ufologists believe these strange lights to be illuminated by UFOs, and the military was firing on extraterrestrial crafts, not Japanese. Whether or not these beings were visiting on hostile intent is a subjective debate in the field, but regardless, the official explanation of war nerves is thought to be a conspiracy meant to keep the true nature of that night a secret. The event was the main inspiration to the 2011 film Battle Los Angeles,which depicts a modern alien invasion. で、結論ということになりますが、まあ、要するにですね、まあ、これ以上検証のしようがありませんので、この事件については、後の判断は私も含めて私たち自身がするしかないということになります。まあ、簡単に言えばですね、私たちは真実を知らされていないということだけは、どうやら事実のようです。そのことは続くワシントンパニック事件の動画を見ていただくと、より深く
理解していただけるものと思います。どうかご覧になってください。Bye for now. Dave, if I were to tell you what happened at Roswell, you would never see the world in the same way again. Air advisor to President Truman, General Robert Landley, talking to his grandson as follows. Dave, if I were to tell you what happened at Roswell,You would never see the world in the same way again. Dave, もしロズウェルで起きたことを私がお前に話したら、お前は世界を今までと同じように見ることはないだろう、と。トルーマン大統領の空軍補佐官であったロバート・ランドリー将軍は孫のデイブにこう語っている。デイブ、もしロズウェルで起きたことを私がお前に話したら、お前は世界を今までと同じように見ることはないだろう、と。ヒロシハヤシ、ハママスリージャパン。そのトルーマン大統領は次のように語っています。Yes, we discussed this at every conference that we had with the military. There was always things that going on. There were flying saucer and other things, you know, if I am not mistaken. そうだとも、私たちはね、軍部と会議するときはいつもその問題について討論しているよ。いつも続いているんだよ。君たちが言うところのね、空飛ぶ円盤についてね、もし私が間違っていなければ、と。トゥルーマン大統領は UFO の存在を公式の場で初めて討論した大統領としてよく知られています。エイリアンとの間に交わした条約、それがトゥルーマン条約とも言われています。Dave, if I were to tell you what happened at Roswell, you would never see the world in the same way again. Air advisor to President Truman, General Robert Landry, talking to his grandson. What happened to Truman behind the so-calledTruman Treaty with Gray. トルーマン大統領の空軍補佐官であったロバート・ランドリー将軍は孫のデイブにこう語っています。デイブ、もしロズウェルで起きたことを私がお前に話したら、お前は世界を今までと同じように見ることはないだろう、と。広島やし、浜松市、ジャパン。第33代アメリカ合衆国大統領ハリー・S・トルーマンの時代にエイリアンのグレイとの間に交わされた秘密条約が、いわゆるトルーマン条約です。本当にそのトルーマン条約はあったのかなかったのか、その真偽のほどはよくわかりませんが、これが
ハリー・ S ・トルーマンです。で、ハリー・ S ・トルーマンは1953年まで就任していますが、その1年前の1952年に、あの1952ワシントンパニック事件が起きています。俗に言うメリーゴーランド事件です。ワシントン市の上空に UFO が大挙やってきたという事件です。その事件と、まあ、直接的にトルーマン条約と関係があるというふうには考えられていません。トルーマン条約の基本となったのは1947年のルーズベル事件だったと言われています。で、ともかくもトルーマンの時代にトルーマン条約が結ばれたと言われています。下の写真がですね、その時の様子だと言われていますけども、真偽のほどはわかりません。で、トルーマン条約の骨子はですね、いわゆるエイリアンによるアブダクトを許容する代わりに、その代わりにアメリカ政府にエイリアンはですね、高度なテクノロジーを与えるという内容だったと言われています。で、人間には危害を加えないと。また人間を地球に返すときには記憶を消すと。まあ、そういった条約であったようです。右上の動画は別の場所で隠し撮りされたグレーエイリアンの動画と言われています。まあ、いろいろ言われていますけども、私はこの動画は本物であると判断しました。で、そのグレーとの間に結ばれた条約が先に言いましたトルーマン条約ということになります。まあ、人間をですね、アブダクトするのを、まあ、許容する代わりに、まあ、グレーエイリアンの方はですね、人間に、と言いますか、アメリカ政府に高度な、いわゆるテクノロジーを教えると。で、何らかの理由で、グレーは人間の何かを必要としたというわけです。そして人間を地上へ無事返すと。そして人間の記憶を消すと。まあ、そうした条件が付けられて、トルーマン条約が結ばれたということになります。私はこのトルーマン条約の裏に、1952ワシントンパニック事件が絡んでいると思います。繰り返しますが、1952年7月、ワシントン市上空にたくさんの UFO が現れました。そういう事件なんですね。で、その事件と何らかの関係があるのではないかと考えています。その動画はこの後につなげておきます。で、この写真が、まあ、残っているわけですけども、これがグレーの写真と言われています。